1年は365日、もしくは366日あります。何気なく過ごしている毎日の中には、いろいろな記念日が制定されています。今日は何の日と題して、簡単ではありますが記念日などをご紹介していきたいと思います。今日は何の日。1月10日、110番の日。警察へつながる電話番号110を1月10日と見立てて、警察庁が記念日に制定しています。全国の警察にて110番の有効性の確認、また適切な利用を呼びかけることが記念日制定の目的とされています。ちなみに戦後間もない頃は、地域によって警察への番号が異なっており、全国で110番に統一されたのは1954年7月1日。それまでは地域によって緊急通報の番号が違っていました。東京は元から110番ですが、大阪、京都、神戸は1110番、名古屋は118番だったそうです。緊急通報の番号が110番になったのは、覚えやすくて早くかけられる番号だから。当時はダイヤル式の電話だったので、一番ダイヤルを早く回せる1を2回に、かけ間違いを防ぐために一番遠い0を組み合わせたものだそうです。明太子の日。1949年1月10日、創業以来研究を重ねてきたからし明太子が初めて店頭に並んだことにちなんで、同商品の研究・製造を行っている株式会社福屋が記念日に制定しています。明太子はもともと朝鮮半島に伝わる家庭の惣菜の一つとして日本に伝わり、日本人の口に合うように味付けし直したものだそうです。ちなみにからし明太子は、スケトウダラの卵巣を唐辛子などで漬け込んだもので、タラの子であることから、明太子ではなくタラ子と表現するのが正しいのだとか。十日恵比寿。十日恵比寿は主に西日本地域が盛んで、商売繁盛を願って多くの人々が参拝し、縁起物を飾った笹や熊手を授かるなど、祭り行事は各神社で例年1月10日から数日間行われています。特に大阪市にある今宮恵比寿では、お賽銭に大金が飛び交うなど、毎年100万人以上の参拝者が訪れており、全国の十日恵比寿の中でも最も大きなにぎわいとなっています。この他にもまだまだたくさんの記念日があります。あなたの気になる記念日はありましたか？明日も気になる記念日をご紹介していきますので、お楽しみに。明日は何の日？今日お誕生日の方、ハッピーバースデー。